ご覧いただこうと思います。バディ塚原体操クラブのバンバサリ選手です。まだ採点を待って競技が、今待っているという状況ですが、バンバ選手は16歳、現在高校1年生です。3回1回ひねり D 難度ですね。少し流れましたね。蹴上がり倒立挟みます。マロニー D 難度から特中返り D 難度 0.1 の加点です。マロニーハーフ E 難度ですね。掴んでいます。大技ツイストから上側中返り D 難度、蹴上がり倒立で半分ひねります。フット倒立 C 難度、新難度です。少し足が流れましたが、はい、しっかり止まっています。高校1年生バンバサリ、バディ塚原体操クラブです。いや、団体戦ですので、もうそれぞれ一人一人の演技が大事になってきます。はい、0.1 もね、やっぱり大事になってくるので、一人一人が 0.1 拾えば、それだけでも1点以上は。なるほど。はい。